はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。さあ今日はね、ニューガンダムブレイカー、前回のね続きからやっていきたいと思います。新キャラかな、最後の方に出てきたんで、まあちょっと気になる子だったんでね、どんどんやっていきたいと思います。さあ行くぞ。私は桜井まりか、1年です。今の話本当ですか？生徒会に対抗するとか。ええ、もう逃げない、逃げたくない。今の生徒会は間違ってるもの。私もユイ先輩と同じ気持ちだから、もしあなたが生徒会側の人間でこのことを密告するというのなら。私も今の生徒会嫌です。え、私この学園に来れば好きなガンプラが好きなだけ作れるってそう思ってました。でも実際は全然違ってて、もう限界なんです。マリカちゃん。でも私のことなんかより、皆さん新しいチームを作る、そういうことですか？うん、そうよね。それなら、その私にもお手伝いさせてください。と言っても私バトルの方は全然ダメで、でもモデラーとしてガンプラの制作や調整には結構自信あります。それはもちろん大歓迎だけど、いいの？生徒会に歯向かうってことは。はい、覚悟はできてます。そうだ、皆さんのガンプラを見せてもらえませんか？いろいろアドバイスできることあると思います。お、そうか、私のガンプラ見たら失神するかもしれんぞ。なるほど、皆さんのガンプラとても素晴らしいです。愛がこもっていて良いパーツ構成だと思います。これなら少しの調整でぐっと良くなりそうです。ただチームで動くことも考えると、インナーフレームは見直した方がいいかもしれません。インナーフレームか、ずっと一人だったから気にしてなかったけど、確かに 3on3 をやるならしっかり調整しないとだね。私もいつも同じものを使っているので見直したいです。あなたはどうなの？俺か、俺攻撃型でいいぞ。どうしよう、どうしようかな。チュートリアルスキップしてしまいたいけど、ちょっと分かってないからな。どのフレームが気になります？基本中の基本であるバランスフレームが万能ではありますが、やはりその名の通り突出したものがなく、決定的な突破力には欠けてしまいます。おう、バランスフレーム使ってないな。チームとしてはストライカーかガンナーを一人置いて攻撃の主軸を作りたいところですが、得体の知れない相手と戦うならエンチャントやサーチで対策した方がいいですし、それと、マリカちゃん、ストップストップ。専門的な話はもうちょっと後でもいいかな。すみません、つい私話し出すと止まらなくて、どうしましょう。何から説明したらいいですか？そうね、フレームのタイプについてそれぞれ説明が欲しいわ。私も基本的な知識は持っているけど、あなたの方が相当詳しそうだし勉強になりそう。では僭越ながら説明させていただきます。まずはじめにパーツとインナーフレームの関係について話したいと思います。パーツに何らかの力が備わっているのは皆さん知っていると思いますが、インナーフレームはその力を底上げするものなんですね。例えば今この機体はバランスフレームですが、近接攻撃に特化したフレームタイプであるストライカーフレームに変えると大きくパラメータが変わってきます。全く同じパーツ構成でも性能がガラッと変わり、
よりプレイヤーの個性を出すことができる。それがインナーフレームです。またインナーフレームはアビリティを付加することで、さらにその性能を尖らせることもできるようにもなっています。自分の好みやチームでの役割に合わせてプレイスタイルを自由に変えられるってことね。その通りです。あと8個ある EX スキルのうち6個はそれぞれの V パーツが対応しているのですが、残りの2個はインナーフレーム固有のフレーム EX スキルと呼ばれるもので、覚醒中しか使えない代わりに非常に強力な技になります。フレームタイプによって効果もかなり違いますし、一度使用するだけで戦況が大きく動くこともあるので、この技を基準にフレームを決定する人もいますね。また EX スキルはパーツがなくなると使えなくなりますが、フレーム EX スキルはそういった心配がないところもポイントですね。 EX スキルやフレーム EX スキルについては何度もバトルして覚えていくのが一番ね。ですね。どちらもいつでも好きに使えるものではありませんが、繰り返し使ってみて自分のプレイスタイルに合うものを探していくのがいいと思います。長くなりましたが以上です。他にわからないことがあればティップスを確認してみてくださいね。マリカちゃんすごいね。まだ1年生なのにこんなにガンプラの知識と技術を持ってるなんて。ええ、驚きました。私もガンプラ作りには自信がありましたが、まだまだだったようです。ありがとうございます。なんというか今の状況で言うことではないのですが、もっと強くなれると思うとワクワクしますね。それなら今調整したガンプラでバトルしてみませんか。え、でも生徒会の許可なしに勝手にバトルシステムを使うわけには。大丈夫です。この部室型は古いですがバトルシステムがあって、通信ができないオフラインならバトルできます。本当？すごい。オフラインでもいいわ。ぜひやらせて。わかりました。すぐ準備します。バトルルームにあるのとほとんど変わらないのね。インターフェースはほぼ同じです。オフラインなので機能制限があるのと動作が少し重いですが。バトルシステム08起動。ユーザー名を登録してください。ん？いつもはこんな表示は。なら初期設定のままでいいんじゃない。ユイ先輩って意外と雑な性格してますよね。え？そう？はい、すぐ頭に血が昇るというか直情的ですし、でもそんなとこも魅力的というか。反省します。入力終わりました。デフォルトのまま登録名はサイドゼロになります。サイドゼロか。それならもういっそ私たちのチーム名もサイドゼロでどう？そういうところが雑と言いたいところですが、特に異論はありません。あなたは？チーム名か。なら、私たちのチーム名はサイドゼロで。存在しないはずのサイドゼロが生徒会の野望を打ち砕き革命を起こす。熱い展開、燃えます。それじゃ早速バトルしましょう。はい、先輩たちが3人でチーム、私はサポートに回ります。敵は CPU になりますが結構強いですよ。さあ、というわけで早速出撃ですね。やっていきましょう。まだ見た目変わらないんだよな。早く新しいパーツを手に入れて。バトルフィールドか。なんだこいつ。なんだ CPU があんな感じなのか。始まりました G キューブ。実況は私放送部部長釈のリンクが行いますよ。
か放送部なんでこんなところにまで現れるんだ。とりあえずレベルを上げよう。最低でもまずは2にしたいな。よし、OK。レーザーライフルか。くらえ。さあ、CPU はそんなに強くなさそうに見えるな。割と簡単に倒せそう。なんかすごいテカテカした機体乗ってんな。なんだその機体は。めちゃめちゃテカテカしてるぞ。ペイントの問題なのか。でも新しい機体がなんかパーツが手に入るのは嬉しいな。なんか手に入るだろう。そこ、おお、なんかいっぱい落ちてる。しぶといね。さあ、単系の装備か。よし、こっちだ。あ、いろいろ手に入る。あ、しかもなんか何気に良さげなパーツが手に入ってるっぽいな。これちょっと回収しよう。きっとなんか強そうだぞこれ。当たりなんじゃないか。大量だ。さあ、どんどん技も使ってくぞ。この人はチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。あー、かなりかなり手に入ったなパーツ。これは大きなポイントです。さあ、あとは敵のメインのやつを倒すだけか。一つずつ潰していきましょう。まあ、どんどん。何、ステージ内に隠された金のコンテナ。金のコンテナなんてどこにあるんだ。隠されてんのか。あら、倒しちゃった。とりあえずたくさんパーツ手に入ったと思うからかき集めたぞ。見ろこの数、大量じゃないか。こんだけ集めれば強いやつあるかもしれない。今のバトルって本当にオフラインの CPU 戦だった？いえ、私には普通の G キューブのように思えました。リンコさんの実況も入っていましたし。おかしいです、オンラインに繋がるはずは。あれ、どうしたの？誰かからメールが来てます、サイドゼロ宛てに。まさか幽霊みたいな。やめてください、ユイ先輩、そういう非科学的な話。これは定型のフレンド申請メールですね。差出人はレココ、さっきのバトルの相手のようです。でもオフラインだったのよね。こうなると分かりません。もしかすると生徒会管理外のサーバに接続していたという可能性も。何分古いシステムなので私も詳しくは。とりあえず考えてもしょうがないか。それならそれでよしってことで、結局バトルできたわけだしね。ユイ先輩ってやっぱりいい性格してますね。それより考えなくちゃいけないのは今後のことよ。ですね。私ね、ずっと考えていたの。どうすればこの学園を元の楽しかったガンブレ学園に戻せるのか。どうすれば今のこの生徒会のやり方をやめさせて誰もがガンプラバトルを楽しめるようになるのか。そのための方法は一つしかない。それは今の生徒会が教えてくれたことよ。まさかユイ先輩。ええ、強いものが正義。それなら私たちが今の生徒会を倒して新しい生徒会を立ち上げる。新しいルールを、ガンプラを楽しむための校則を作る。それが私の作戦よ。名付けて V 作戦はベタすぎますよ先輩。
じゃあ星1号作戦。被害甚大です。あーもう、作戦名は後で考えるから。よし、それよりリーダーを決めないと。ちなみにリーダーとして登録すると、手持ちの端末とこのオンラインバトルシステムがリンクします。バトルの予約や専用メールの送受信、フレンドとのボイスチャットも手持ちの端末でできるようになります。これはこの学園独自のシステムですが。便利なシステムだよね。それで私はリーダーには彼がふさわしいと思うんだけど、どう？なんか押し付けられてる感じがするぞ。ユイ先輩がそうおっしゃるなら異論はありません。私のガンプラうまく扱ってくれるなら。でもな、代表はやっぱりこっちがいいと思うんだけど。うん、それじゃあよろしく。って私3年生だから生徒会長になってもすぐ任期終わっちゃうんだよね。大丈夫、君ならできるよ。昔みたいに全力でサポートするからね。それじゃあリーダーは君で決まり。ここから学園を変えていくわよ。えいえい、おーおー、バカな。なぜこうなった。はい、まあよくわからないが、いきなりなんかリーダーにされてしまったぞ。さて今回はなんだ、2つなんか次はミッションが出てるな。はい、まあこちらの方を今度進めていこうかな。あーでも時間的にまだ余裕があるので、このままね、今回この孤独なユイってやつをやってみたいと思います。その前にね、ちょっとパーツの方をね、いろいろ手に入ったんで確認していきましょう。よーし、機体の方完成したからやっていくぞ。なあ、ミカグラ、あの噂って本当なのか？何のこと？またまたとぼけちゃって、生徒会に対抗するとか言ってんだろ。やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより俺たちと遊ぼうぜ。ガンプラだけが青春じゃないって。本当にそれでいいの？あなたたちだってガンプラが好きでこの学園に来たんじゃないの？最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無意味だろ。ランキングだってなかなか上がんねえし。そうそう、お前だって女子の中でも浮いてんじゃん。みんな余計なトラブルに巻き込まれたくないってさ。あ、それでももう私決めたから。あ、もしかして今の見てた？大丈夫、気にしないで。ああいう人たちだってもともとはガンプラが好きだったはずだもの。それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室のバトルシステムが使えるって分かったんだし。はい、というわけでね、早速なんかバトルになってしまいましたね、いきなり。とりあえずじゃあ私の新たな機体をね、お見せできるんじゃないかと。ほら見てくれ、こちらちょっとね、ショップでちょうどパーツ売ってたから買ってしまった。プロビデンスガンダムだね。ドラグーン使えるかな、うまいこと。さあアプサラスにどんどん攻撃かけていくぞ。ドラグーンシステム使えるようになったからね、これ使ってこう。いけ、いくぞ。さあドラグーンシステムいけ。おーすごい、あ強力だ、すごい。こんな技が使えるとは。すごい、作ってよかった。プロビデンスなかなかいいじゃないか。レベル上がったらだったけど。はい、それではね、アンロックされたということで、まあとりあえずは今ユイの方を中心に進めていこうかなと思います。こっちの、イオリの方は、まあ、実況外でやっていきたいと思います。なんか最終的にね、キャラクターのエンディングもあるらしいんですけど、まあ、出てくるキャラクターなんかいっぱいいるらしいので、
まあ、最終的にね、私が誰選ぶかはちょっと分かりませんが、まあ思いつきの選択とかその時の流れでやっていこうと思いますんでね、まあ、基本的に全員のなんかエンディングとかそういうのは見る気は特にないです。誰か一人適当に選んだ選択肢の中で多分選ばれると思いますんでね、私の実況はそんな感じでやっていこうと思います。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。今回ね、最後はプロビデンスになっては戦ってましたけど、何か、おすすめのパーツとかあったらぜひ教えてください。はい、それではね、皆さんおやすみなさい。